ボートレーサーの方って例えば引退された後って、はい、ちょっと無理だなって思って、うん、じゃあやめようってなりました。走られへんようになったらもうやめたい。昔はうちの年室で石野君と喋ってたんですけど、あの川崎さんは引退をね、はい、今一番上トップクラスにいる中で引退を、ね、決意されてというその心境っていうのはちょっとすごいなって言ってたんですよ。すごいですよね。そのトップの状態でやめれるっていう、その辺ちょっと決断力というか、どう、あトップの状態かどうかあれなんですよ。これ以上上がないなってちょっと思ったというか、これ以上広がらない、うん、ということはもうあと下がるだけだって気づいたので、下がる前にやめようって思いましたね。いい年齢的なことですか、前言ったら。年齢的にもそうですし、やっぱその仕事の幅を今広げたくなくて、はい、ってなると現状維持かあとは下がるか、なんで現状維持をするにはやっぱ今以上に努力しないと、やっぱ維持っていうのも難しいなって思って、はい、今以上の努力があと何年できるのかなって考えた時にちょっと無理だなって思って、じゃあやめようってなりました。かっこいいですね。いや全然すごい、全くもういやこれ以上の努力ができないって思っちゃったんですよね。これ以上の努力は例えばその52センチをキープするとか。そう、やっぱ年齢ももう28なので、やっぱこう20代前半よりかは脂肪もつきやすく落ちにくくなってきちゃって、トレーニングは普段からしてるんですけど、これ以上するのかって思うとちょっときついなって思って、やっぱなんかなんだろう、だんだんやっぱ女性ふくよかになってくるので、そういう姿をまあ見せたくないというか、だったら今ベストな状態でやめようかなって思いました。一番いいとそうですね、かっこいい、かっこいいね、美学かっこいいけど、ボートレーサーは生活ありますからね。そうですよね、やめれないです、家族を養っていかないから。そうですよね、ここでグランプリ買って遊びってたらかっこいいけど、いやいやもう絶対やめない。石野君は引退とかおぼろげながら考えたりすることありますか。引退ですか、まあ子供がやっぱり成人するまではとりあえず続けようかなと。はい、そうですよね、家族がいるとまた例えばこのグランプリ選手から18位から外れたら、はい、そう、そんなんではない。あ、でも独身やったらそこでやめてると思います。あ、独身やったら、あの一番いい時期にもう走られへんようになったらもうやめたい。昔はうちの中道さんみたいな、はい、2年連続乗られへんかったからやめると、うん、というそうですね、そんな感じかな、うん、でも家族いるからそこからは、まあ、しがみつかんそうな、例えば何歳です。今11歳と6歳です。あ、じゃあ14年14年50何歳ぐらい、51ですね、はい、51に、うん、まだ走れたら、ね、まだ全然いけるね、はい、かっこいいですけど、全然いける、全然いける、全然いける、選手陣も伸びてる。そうですね、うん、はい、18やもんね、18やもんね、その頃には24位もできるんだってよ言ってます。ボートレーサーの方って例えば引退された後って、はい、皆さん何を、次は何をするっていうのが、うーん、多いのはやっぱ解説とか。そうですね、解説者が多いですかね。あとはレース場で働いたりとか。ああ、はい、そうもあるんですよね。解説とかできるのも、まあ、上の名前売れた人しかね、うん、そうですね、まあ、ね、まあ、そうじゃない人もいますけど、うん、あと喋れる人とかやっぱり上に気づいた人が残って、うん、ね、プロ野球と一緒で。あ、そうです ね、はい、解説者として、うん、うん、もう石野君は反対ですけどね、はい、僕喋れないんで自分だと思います